情報ミニ番組3分。今おすすめのものや情報を3分間でご紹介しますよ。今回はマクドナルドで働くクルーの日本一を決める熱い戦い、オールジャパンクルーコンテスト2019の様子をご紹介しましょう。こちらの VTR をご覧ください。1977年にスタートしたマクドナルドオールジャパンクルーコンテスト、全国のおよそ2900店舗14万人のクルーの中から日本一のクルーを決めるというもので、今月岡山県の店舗で西日本地区本部代表戦が行われました。とにかく笑顔で頑張りましょう。はい、はい、頑張るぞ。あこちらのコンテストでは西日本地区のブロック戦などを勝ち抜いたクルー56名が参加し、接客やハンバーガー作りなど8部門で競いました。こちらは今回から新設されたゲストエクスペリエンスリーダー部門。ゲストエクスペリエンスリーダーとは今年から新たに導入されたサービスで、混雑時のご案内やご質問への対応などお客様のおもてなしを専門に行います。そして運命の結果発表。去年、初戦で敗退してしまって、AJCC で初戦で敗退してしまって、とっても悔しい思いしたんで、そこから1年間ずっとトレーニング積んできました。厳しいトレーニング、参考にする人なかなかおらず、あまり悩んだ日もあったんですけれども、皆様に支えられて印象をいただくことができました。今回各部門で優勝したクルーたちは、来月東京で行われる全国戦に出場し、14万人のナンバーワンを目指します。